ね、相模原市も政令指定都市になりましたよ。うん。ね、うん。3月終わって、私たちのバイトしてるウエストはい。ボックスも、うん。怒涛の卒業イベントラッシュが終わって、そうだね。うわ、なんもう、か、ようやくたどり着いたって感じそだう、ね。4月を待ってた。本当に そう。ねでね、え。うん。安心して、ほっとした途端に、風邪をひきまして、うん。ねえ、そそうう。だったね。やっぱここに来て、やっぱほっとすると、疲れが突然出るというか、疲れを感じるというるよ、か、そういうの。なんか3月の間は何とかこのスタッフでやっていかなきゃいけないみたい気のも張ってが、るしね。そう、あるか、事故が起きちゃいけないとか、気が張ってるから、あんまりまあ、多少まあ朝とかね、起きれなかったりとかして疲れてはいたけども、体調悪いなとかはそんななかったんですよ。それが4月に入った途端ですよ。なんか、急に、あれ？ちょっと風邪気味っぽいぞみたいな。これはもしかして世に言う風邪気味？に言う？磯遊子風邪気味疑惑です疑よ。惑が。そう。いや、でもまさか、まさかそんなはずはないと。私3月乗り切ったし、私強いし、健康だし、まさかそんなはずはないと。基本最初はさ、認めたくないよ認ね。めないよ。なんかあれちょっとって思っても、そう。いやいやいや違う。気のせい気のせい。ほら、言うじゃないですか。病は気からってね。言うね。そう、だから、気持ちで違うって思ってたら、風邪ひかないで済むんじゃないかな、みたいな、ちょっと思うよね。抵抗するわけですよ。だけど、もうね、いつだったかな。土曜日、金曜日の段階でもう熱があって、そうだったんそう、だ。なんか、ちょっとしんどいな、これ熱あるなと思って、家帰って測ったらもう7度5分ぐらいあっおお、微て、熱。そうそう、あ、なんだ、でも微熱じゃんと思って、熱あるなと思ってたけど、それほどでもなかったなと思って、ほっとして、まあでもちょっと早く、もう寝て、もうこの風邪気味っぽい感じを、まだ微熱でも認めないわけですよ。この風邪気味っぽい感じを、なんとか打ち消そうと思って寝て、パッて夜目が覚めて、なんかますます暑いんですよ、体が。熱上がっちゃった。これ出てるなと思って測ったら8度5分ぐらいあっああ、出て、たなねんか、さすがにしんどいと思っさすて。がにもう認めないわけにそう、はない これ風邪ですみたいな。そうそう、だから白血球頑張れと思って、ずっと結局風ね邪菌対イソユウコの白血球の、ね、熱戦を繰り広げてたわけですよ。発熱しながら。で、薬も飲んで、睡眠もとって。だけど、熱の他に、私、花粉症で、それじゃなくても鼻が結構グズグズしているとい今うの時の期に、ね。完全にこれが鼻風邪なんですよ。ちょっとさ、まそだなんとなく鼻声が残ってるよう。そう、ね。これでも多分花粉だと思う。これ風邪じゃない。そうそう。風邪の時とはまたちょっと違う。違う感なんじか、なんだ。花粉の時とちょっと違う詰まり方というか、そうなんだ。これはちょっと花粉の質ではないわ、なみいたいな。と。なんか、花粉経験から言いましても、ちょっとこれは鼻風邪だぞ、みたいな状態で、で、ちょっとしかも喉が痛いという状態だったんですよ。だからもう鼻もえらい詰まってるし、声もね、ちょっとかすれるし、で、なんか、あとで今日ちょっとバイト風邪気味だけど頑張るね、みたいな、そんな状態なんですよ。今の誰？喋ったら、ほんとこんな状態でバイトをしてて、そうだっそう、たみんなに移らないようにちょっと祈りながら働いてまして、そう。で、昨日久しぶりに丸一日家で過ごして、そうだ丸ね。一日寝て起きて、ご飯食べて薬飲んで寝て、ようやみたいくな、体を休めることがね、そう、できた丸んだ。々一日寝て、今日もここに来るまで、ギリギリまで家でおとなしくしてたら、やっとその風邪の感じの鼻がなくなって、本当。喉ももうだいぶ痛いのも全本然当。なくて、そう、これはいけるぞみたいな。よかったね、私のね。白血球頑張っ頑た張みったいな。そうそう、なんかやっぱ週末ぐらいって、もう火曜日がすぐそこなそうのだよに、ね。ちょっと喉が痛いみたいな。確かになんかそうさ、そうラジオそう。番組とかで喋らせてもらうようになってから、ちょっと喉に関してなはの。敏感になるよ敏ね。感になる、しすかごも、く。その放送日のちょっと前とそうかそに、あれうなんか喉が違和感みたいなんか喉になんかいるみな たなんいかないるね。とか思うとね、そう。焦るよね。本当に焦って、ずっとツイッターにも、頑張れ白血球ばっかり書いてたんですよ。戦ってたよそね。う。で、薬飲んだとか言えば、ボックスの音響のタムタムには、風邪菌の気持ちとか言って、ドーピングとか言われ、
もうドーピングでも何でもしますよ、治るならね。そうだよね。そう、最終的には熱とかあってもさ、うん、声が出れば喋ることはできるじゃないですか。そうだね、なんとかね、うん、歌ったりとかね、うん、だからそれを目指してたんですけど、うん、まあ最後まで喉がしつこくてですね、うん、なんとか今日間に合ったわけなんですよ。よかったね、とりあえずはね。本当に私の白血球頑張りました。頑張ったよ、うん、私がってわけじゃなくて私は寝てただけですから白血球がずっと戦ってくれまして、戦いに最後は勝った、勝ったって感じかな。本当にね、ずっとこうスコアがだんだんこう、うん、最初は 3-0 ぐらいで勝ってたのね、白血球が。なんでそれスコアになったの？あのちょうどなんかあの、うん、日大三高が選抜の決勝戦をやってる日だったんですよ、うん、やってた、そういえば。 それをちょっとツイッターに書いたついでに、うんうんうん、ちなみに今私の体は 3-0 ですみたいな。なるほどね、そこからそういう流れになったんだね。白血球3対化石0みたいなまだいけるみたいなのを始めたところ、ちょっと面白くなってきちゃいまして、うんうん、最後7対7までいったんですけれども、うん、延長戦の末にドーピングで勝ちまして、うん、8対8対7サヨナラ勝ちということで、サヨナラ勝ちか、はい、本当に良かったです。良かった良かった、はい、ね、かおりちゃん、ね、今日も来てくれてありがとう。あ、はい、あ、そうです、古谷香織です。そう、あの先週に引き続き、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。そして私が磯優子です、はい。まあそんなわけで、うん、あの兄さんもいるんですけど、うん、まあそれは置いといて置いといて、置いとくんだ、まあ、兄さん今ちょっといろいろ仕事してくれてるので、ね、うんうん、今日私と香織ちゃんで喋っていこうっていう企画なんですよね、はい、そうですね、そうそうそう、はい、久しぶりにこう丸一日家に昨日いまして、うん、1日3食家で食べるっていうことが、うん、なかなかないじゃないですか。あ、そうだね、そう、休みの日とかでも結局こう町田に出てきて、うん、なんかちょっと雑用したりとかっていうのもあったりとかして、うんうん、あんまり丸一日家にいることってないんですよ、うん、それこそお正月ぐらいですよ、うん、なんですけど久しぶりに丸一日家にいましてね、うん、あの3食お家でご飯を食べたりとか してたんですけど、うちあのおばあちゃん二世帯住宅に住んでまして、うん、そうだね、1階におばあちゃん、母方のおばあちゃんが住んでて、はいはい、2階に磯家が住んでるんですけれどね、うん、1階のおばあちゃん家でいつもみんなで夕飯食べるんですよ、うん、そうなんだ、そうそうそう、いいね、夜だけ一緒に、そう、一緒に食べてて、うん、朝はほらおばあちゃん朝早いから時間がね、そうそう、もう絶対一緒にならないから、うん、そう、まあ、朝は一人で食べてもらって、うん、そうで夜みんなで食べるんだけど、うん、あの昔からの習慣で、うん、磯家は夕飯が6時なんですよ。早いね、結構。とても早いんです。まだだって金曜ハミングやってる時間だよ。でしょ、さっきかおりちゃんも喋ってるし。喋ってる時間だよ。バイトだったらやっとお店開いたみたいな。うん、あ、そうだよね、オープンしましたっていう時間だもんね。オープンします、よろしくお願いしますって時間でもいただきますなんですよ、うちは。そうそう、これおじいちゃんがいた頃からずっとそうで、うん、そうやっぱ、昔の人って早いんですよね。そうだ、でも子供の頃を思い出すとやっぱそれぐらいには食べてたかもね、うん、まあその分寝る時間も早かったりするけれど、ね、健康的だね。そうなのよ、それで6時ぐらいにご飯食べてさ、うん、まあ、そうすると大体10時ぐらいにお腹すくんだけどね、すくよね、そうそうそう、それでなんかこう、うん、みんなでご飯食べて、うん、片付けて7時ぐらいに私上に上がって、うん、ちょっと休憩みたいな、うん、食休みみたいな、うん、ちょっとソファーでくつろいで、くつろいで、そうでキャプテンと遊んだりとかいい、ねいいね、してて、うん、そしたら8時ぐらいにね、おばあちゃんに急に呼ばれて、うん、ゆうちゃんちょっと大変、ちょっと来てみたいな、うん、どうしたんだろうと思って、うん、非常事態じゃないですか、おばあちゃんから完全におばあちゃん非常事態ですよ、うん、ちょっと大変来てみたいな、うん、なんかお皿でも割ったりとかしたのかなと思ったわけですよ。で破片がちょっとほら、うん、目悪いから見ねえかちょっと見てほしいとか、うん、そういうのかなと思って、どうしたのって言ったら、うん、おばあちゃんがメガネを手に呆然としてるわけですよ、うん、あら、どうしたのみたいな、うん、何があったんだろうと思って、うん、どうしたのって聞いたらね、さっきあの洗い物してて、うん、なんか変だなと思ったんだけど、うん、レンズが片っぽないのって言われてあれ片っぽ片っぽないって言われたの、うん、なんか取れちゃったみたいそう、それで、うん、いつからないかわからないっていうわけですよ、うん、かけてたのに、うん、かけてたのになんか変だなとかそういうレベルじゃないじゃないですか、見え方がだって違うもんね、そう絶対ね、もうちょっと視界だって片っぽ絶対クリアになってるし、うん、そうだよね、見えづらいし、うん、なんで気づかないんだと、気がつかなかったんだ、そうで、ちょっとどこにあるか、うん、やっぱ目が悪くて見えないから探してほしいって言われて、うんうんうん、
まあ、洗い物してても気がついたっていうから、まずこう洗い場を探すわけですよ。そうだよね、中に起こったりとか。そうそう、キッチンをね、キッチンのね、シンクの中とか、シンクの中とかまず探してなくて、ね、うん、でなんかもうどこ行っちゃったんだろうと思って、家中大捜索ですよ。夜8時に風邪ひいてんのに。そう、そしたら、まあ、最終的には、うん、食卓の下に落ちてたんですよ、うん、あ、そんなとこに。そうだ、だから、いつ落ちたのかね、わかんないんだけど、ご飯食べてる時は違うメガネをかけてたんですよ、うん、あ、そっか。で、ご飯食べ終わって、うん、なんか、あ、ちょっとメガネ変えて、うん、なんかこう、なんですか、おばあちゃん薬を結構飲んでるから、うん、1食分ずつにこう、1回分ずつにこう分けて、この時間は7個、6個とかこう、うん、全部分けたりとかするのに、うん、手元が見えやすいメガネにして、うん、使ってて、うん、それでちょっと新聞とかも片付けて、うん、さあ洗い物しようって言って洗い物してる時におかしいなって気づいたっていうんだから多分、うん、もう薬とかやってる時点で落ちたんじゃないかな、ね、きっとね、って思うわけですなぜ気づかないと、ね、もうすでにその時点で見にくかったじゃないのみたいな、絶対見えづらかったはずなんですよ、うんうんうん、なのに気づかないで作業をしてて、うん、洗い物しててなんかおかしいなって思うっていう遅いよね、そう、絶対さすが私のおばあちゃんと思って私この血をかなり色濃く継いでるわけですよ、私の天然 100% おばあちゃんから受け継いでるんで、私も行く末が恐ろしいなと自分でも思うんですよ。ちょっと可愛いね、でもね。そう。だけど、かおりちゃんほら、コンタクトじゃん、うんうん。コンタクト片っぽだけにしたりとかしたら見えづらいでしょ。見えない。うん、見えづらい。でしょ、うん、何が起きたのかな。でも、しばらく気がつかなかったことある。あ、おっしゃ、ほんと。あるんだ。あれ、なんか変だなと思ったら片方入ってなかった。一緒じゃんって思っちゃうと。やっぱり。一緒だ、私やっぱあるんだ、ある、なんかおかしいな、うん、あ、おばあちゃんわかるわ、その気持ちわかっちゃった、わかっちゃった、そうか、そうだ、なんか、そういうことなんだな、なんか変だなって思いながらも、うんうん、わかんなかったんだよね、最初、まず原因がわかんないもん、うん、だって片っぽしか入ってないと思わないもんね、なんかちょっとコンタクトずれてんのかなとか思いながら、で、いや、なんかおかしいって、ちょっと片目つぶったら見えなかった片っぽだけ視力悪いみたいな、そう入ってなかったみたいなね出た、うちのおばあちゃんと同じ感じになってきてるか、やば、私もそういうおばあちゃんになるのかな、ね、なんかでもそういうおばあちゃんだらけだったらちょっと日本平和になるかもしれない、ちょっとね、和むよね、和む、うん、本当に、ということでね、はい、今日も、今日は軽快なおばあちゃんトークで始めてみたわけなんですけれども、はい、全くこの先始め方がわからないということで曲をかけてください、よろしくお願いします。4月6日26回目のイッソラジ、この番組は相模原西門にあります FM 相模 A スタジオから2時間生放送でお送りいたします。はーい、パーソナリティは闇上がりですが、磯優子が古谷香織と一緒に、西さんもいるよっていう感じでお送りしますどっちもそういうこと言うのなんか違う、悔しいからやられるばっかりじゃ悔しいからやろうって思ってる、でもそしたら西さん全然なんか全く名乗る気なかったよね、作業してます相変わらず、今日も西さんいますからね、はい、この後で、ね、3人で喋っていきます、はい、さて今週のテーマですが、はい、短い替え歌選手権ということで、はい、CM ソングなんかで本当にワンフレーズ、うん、あるよね今ね、頭に残るやつあるじゃないですか、招き猫だ、はいはいはい、そういうやつを、うん、替え歌してくださいという、うん、そういうコーナーでございますので、はい、ぜひぜひ皆さんこれからね、また時間別にもお題出していきたいなと思いますので、うん、ぜひこちらもご参加ください、はい、よろしくお願いします。その他にも言い間違いなどを競い合う違い違い選手権、さまざまなものを研ぎした新しい技術を作るイソペディア、今日鼻が詰まったイソペディア、その他に通常などどんな内容でも結構でございます、はい、メールの宛先は839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp、 ファックスは 042-776-0839 042-776-0839 番、皆様からの投稿お待ちしております。
さて3月もコピーバンドに 大人気でした。このバンドの曲をお送りしましょう。ラッドウィンプス、雨男。お送りした曲はラッドウィンプスで雨男でした。身長切りつけになったんだっけ。158cmです。違い違い選手権。さあ今日は早い時間にやります、うん、違い違い選手権。本当だ ねだっていつもならまだ喋ってるよね。前は余裕で喋ってますね。今日はね、今日は余裕を持ってやっていこうっていうテーマでお送りしております。4月ですし、はい、ということで違い違い選手権、このコーナーでは皆様から言い間違い聞き間違い勘違いを募集して発表し合って、最後にチャンピオンを決めようというコーナーでございます。はい、先週のチャンピオンはね、ゴブルさん。そうでしたね。怒涛の小出たし、面白かったね。はい、怒涛のチャンピオンでございました。今日も来てますのでね、はい、早速紹介していきたいと思います。それではまずモアさんからいただきました。夜食にうどんを食べているときに、卵のことを言いたかったので、白に来たと言ったら、白髪ババアと返されました。うん、どういう悲しいよ。
白身きた。白髪だな。白身。白身が白髪に聞こえたのかな。ね、白髪ネギならわかるけどな。さてそんな、今度はそれを言ったであろうエミリちゃんからいただいております、はい、お菓子買うがおかん買えるに聞こえ、買えたいと言ったら蹴られました。そりゃそりゃ蹴るね。蹴るわ。蹴る、ね、電話でお母さんいるって言われていらないっていうのと同じことだね。これは ね、 ね、本当に気をつけてくださいね。もう一つ、今日のご飯は煮物だよが、今日ご飯に行くよって聞こえて、お出かけだと思い喜びました。ご飯行くよってあんまり聞かない。ご飯に行くって聞いたことない。あんまり言われたことないね。エミリちゃんちょっと考えよう。落ち着いて考えよう。ね、そうだ ね、 ね、ありがとうございます。さあ続いては初参加丸和さんからいただきました。違い違い選手権、溶けさせてくださいと言われたものが、土下座してくださいに聞こえました。嫌です。さあ続いて、違い違い選手権をこれ言い換えて、うん、千葉に近い神奈川県。これも明らかに言い換えてますよね。言い換えてるね。千葉に近い神奈川県っていう発音になるのかな。ありがとうございます。なるほど。そして最後ですね、うん、ゴブルさんからいただいております。チャンピオン、チャンピオンいきたいと思います。こんばんは。居酒屋で同期の友達に、お前酔うと何度も同じする話するよなって言ったら、マジで俺何度も同じこと言ってるって、その後しつこいくらいに聞かれました。自覚症状なし。いる、こういう人。いるいる。いるね。え、マジでマジでみたいな。いるよね、こういう人ね。あ、出た、日産。あら、いるいる、こういう日産。何回も繰り返す人ね。そうなんです。あの日産、私はね、ちょっとやめて、怖い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 。何、どうしたの。ユーストリームで2人が耳を塞いでる映ってるけど。これはそういう危険なこと、まあ、私たち言って何も言わないよね。いらっしゃいますよね、そういう方ね。いらっしゃいます。別に嫌な方ばかりじゃないじゃないですか。そうですね。ただあの、お年を重ねると、うん、同じことをやっぱり繰り返すよな、繰り返しますね、思いますよね、うん、はい。さあゴブロさんの、はい、今日は一発ネタで、一発です。ストーリー的な感じがちゃんとあってね、はい、ちょっとこの間の小ネタ連発とはまた違うパターンで、はい、チャンピオンも手を変え品を変えですよね。すごいですよね。この人器用だからね。器用ですね。ね、あのただこうなんて言うでしょう、あのバッターでもホームランバッターの人と、はい、イチローみたいな小技が上手い人、うん、いろんなタイプいますけど、はい、この人まさにあのね、マルチヒッターというかね、あマルチヒッター、スイッチヒッター的な、はい、あの寝技もいければ、え、投げ技もいけるみたいな。それ柔道じゃないですか。イチローじゃない。関節技もいけるし、プロレスも来た。そう、そういうなんかバズーカ砲も打てれば。いや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 、もうよくわかんないけど、一種格闘技ですねそれ。細かい銃弾も打てるぞみたいな。銃弾まで。そう、総合格闘家ですね。そんなネタが来てますから。うん、はい。では、はい、ご紹介しましょう。慎んで紹介させていただきます。はい、結婚が決まったばかりの同期の女の子と会社帰りが一緒になって、お互いの恋愛観についてしみじみと語り合った時のこと。お、ゴブル君はさ、結婚しないの？と言われ、いや、結婚願望ないんだよなと答えました。でも女の子と生活を共にするっていうのはちょっと興味があった私。同性にはちょっと興味あるんだけどね。同期の女の子、しばしの沈黙の後、思い詰めたように、あの会社のみんな知ってるの？その同性愛のこと。しみじみと語り合った恋愛感台無し。これまさにゴブルさんが違う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 絶対言ったそうじゃない。言いたくなるよね。言いたい、これすごいね。悲しい。
ジリスでは分かんないけどね。分かるんだけど、ね、音としては一緒なんだね。そうだね。同性にはちょっと興味あるんだけど、ね、怖い。そう言われたらちょっとちょっと引くかも。なるほどね。同棲はしてみたいと思うんだけどねって言ってればいいんだよ。あ、そうだね、言葉だね。同棲はしてみたいけどねとか言ってればよかったものを、うん、同棲にはっていうちょっと興味あるんだけど難しいですよね、言葉って。日本語って難しいわ。これでも抜群だわ、やっぱりね。さすがチャンピオン。さすがチャンピオンですよ ね、 ね。じゃあもう今日も満場一致でチャンピオンはゴブルさんに決定です。もうね、ゴブルさん無敵ですよね。無敵ですよ、本当にいろんなパターン出てきますから ね、 ね、ほんとほんと。あの小ネタ集も笑えるしね。あれすごかった ね、 ね。かと思うと今度はこういう一発のストーリーものというかね、うん、これはうまいよな。すごい、本当に、ね、さあ、違い違い選手権は以上です。だったんで、はい、まだまだこういうか、言い間違い、勘違い、聞き違い、聞き間違いね、はい、まだサユリン情報から届いてないからね。もしかしたら来るかもしれない ね、 うん、ね、うん、またサユリンのが来たら、サユリンが来たらサユリンのだけ読んであげよう。情報だけね。ね、わかりました、うん、ということで、さゆりんからの投稿もお待ちしております。お待ちしてますよ。はい、宛先は83@fmsagami.co.jp、 83@fmsagami.co.jp、 ファックスは 042-776-0839、 042-776-0839 番です。皆様からの投稿お待ちしております。以上、違い違い選手権のコーナーでした。おそういう時がある。あるよ、生新生活始まっていろんな思いを皆さん胸にしていると思いますけれども、もともと特別なオンリーワンですよ。お送りする曲は牧原紀之で世界に一つだけの花。音だけ消して花歌歌
いろんなことあると思いますけど、皆さん一緒に頑張っていきましょうね。お送りした曲は牧原のりゆきで世界に一つだけの花でした。足を引きつって歩くことを諦めかけた冬の日、さりげなくそばにいて背中をそっと押してくれた。今のままの君だって歩いて行けるよと、あなたの肩の向こう揺らめく街の明かり。西さん、これいくつになったんですか？俺130キロ。おー、デーブー。FM 相模スタジオから2時間生放送でお送りしておりますイソラジ。今日もかおりちゃんをお迎えして、はい、西さんと3人でお送りしております。今週のテーマですが、短い替え歌選手権、ということで、はいはい、コマーシャルソングなんかでね、はい、ちょっと耳に残る、あるね、短い一節みたいな、一小節程度の、あれで替え歌を作ろうっていう、そんなコーナーでございます、ね。最近西さんの中では招き猫ダークが流行ってるみたいですけど、ね、らしいですね。そうなのよ、ずっと回ってるんでしょ。そうなの、頭の中でずっと回ってんの。でもあれのコマーシャルすごいやってますよね。やってるね、見るすごいいっぱい。なんかね、それを一回だから、替え歌考えちゃうと、はい、それが回るのよ今度ね。ああ、なるほど。それが回って止まんなくなる。はいはい、はい、替え歌バージョンがパワープレイ。そうなの、だから、うん、そういうので替え歌作れるんじゃないかなと思う、うん。なるほど、そういうコーナーでございます。これでさ、はいはい、これをさ、うん、今週は週ネタなんですけど、はい、毎回テーマを設けて、うん、レギュラーネタにしようかなと。おー、レギュラーコーナー。そう、ついに新しいレギュラーコーナーが、ね、ボックス3姉妹が終わってしまってね、うん、そうなの、今日もだからね、うん、今日は急に行ったんだけど、はい、イソッチが伴奏できるものは伴奏しようと、うん、ね、伴奏しながら歌うとなかなかいいじゃないですか。そうそう、ね、頑張ってイソッチ頑張る突然ね俺割とこういうの得意なのよ、うん、こうパッと聴いた曲をパッとこう弾き語ったりするのがね、うん、でそれがあんまりそっちは得意じゃないということが今分かったので、メロディーはすぐ弾けるんですけど、ね、メロディーとか弾くのはスッと弾けるんだけどね、コードが取れない、いかんせんコードが取れないドボコパワイトリコテ昨日までの私ならこうでしたよ。あ、そうだった、はい、だからね、ちょっとそれを伴奏付きで毎週なんか1個テーマをやろうかなと思って、1個に絞ってくれれば1週間練習するしね、うん、だからね、1週間かけて練習する。これサムソンさんのやつって伴奏もうできるんだっけ。サムソンさんのやつ1年生できない、ピカピカのないか、悲しい感じでしょ。悲しい、まあマイナー、悲しくなっちゃった、さらに悲しくなる。そうだね、マイナー今チャレンジするんだ、うん、できないと思う。教えてくれたらできる。1年生生がルートの音だから、Dの音です。Dマイナーでしょ。でも、F F と C は、え、 F と C、 え、コードで、え、 C はで、Dマイナーは、あれしかな、Dマイナー、Aマイナー、Dマイナー、Dマイナー、C、Dマイナーか、あ、違うな、さあ皆
皆さん何のことだかさっぱり分かんないでしょうね。うーん、デマイナーのあれどの音だったかな。デマイナーは F デマイナーかな。あれ違うの。デマイナーの音だと、いや F だよな。あの、私ミュージシャンなんですあ、デマイナー1本でいって、うん、最後が A マイナーデマイナーかな。B フラット C デマイナーは？え、 B フラット？あ、それだったじゃん。これのメロディーが分かんなくなってきちゃった。こういう具合に、はい、こういう具合に1週間かけて練習しとく。練習しとくんで、はい、よろしくお願いします。来週ほら、あの、ちょうど、あの、ちょうどでもないけど、はい、ね、あの、1年生になった人も、うん、もう1ヶ月経ち、うん、新社会人になった人も1週間ね、1ヶ月は経ってないでしょ。4月、来週、あ、今4月ですよ。今4月、あれもう何週目、今何日、1週目です。1週目です。まだ1週目 か, か, か昨日今日ぐらいが入学式、うん、入学。あ、そっかそっかそっか。あ、だからそれにふさわしいから、うん、じゃあ来週までにこれ練習しときますね。そう、来週の、ネタを、うん、ピカピカの1年生の替え歌で、ピカピカの1年生、うん、そう最近見なくなったね、この週末。ないね、今ね。昔はすっごい見てたけど。うん、というわけで、そんな感じでよろしくお願いします。あの、レギュラー化していこうかなって。はい、はい、伴奏がつけられるのってね、なかなかないから、ね、そうですよね。そういうコーナーがあるのは面白いですね。ちょっとそれでやってみましょうよ。はい、じゃあ今週はね、いっぱいあるんで、はい、あの、伴奏もできるものとできないものが、はい、如実に現れると思いますけれどもね、週ネタちょっとやっていきましょうか。はい、今ね、はい、あの、今日もユーストリームで、うん、生の配信してますけど、はい、あの、チャットが、あの、チャットがすごく盛り上がってらっしゃって、ね、あ、そうなんだ。 ありがとうございますね、皆さん。投稿くれてるレギュラー陣とかが、はい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 、みんないるんです。嘘、すごいそれで、すごくね、はい、いつもはなんか厳しめのコメントとかをしたりもするんですけど、はいはい、しづらいんですあ、ごめん。あ、なるほどね。あの、ネタに対してね。そう。見られてる。完全に見られてる感じが。誰や、今、ボテボテの西野原って書いたやつは。チャットに。誰だこういう具合にリアルタイムでどんどんいろいろね、はい、コミュニケーションが取れるので。はい。だから、はい、あのね、これ書いてる人、うん、あの、大体、投稿してくれてる人大体がね、うん、あの、今いてくれて、結構いるんですよ。結構な人数ですね。ありがとうございます。今は全部で、15人ぐらい、先週の倍くらいいるじゃないですか。見てらっしゃって、うん、チャットには今9人、はいはい、だから大体僕を含めて10人ぐらいでやり取りしてて、他に見てる方が7名様ぐらい、はいはいはい、うん、ちゃんとリズムつけて読んでくれてうるさいな。待って待っての西の原。うさいボケ。誰だ。誰そういうこと言ってんの。じゃあ早速張り切って週ネタご紹介していこうと思いますけど。はい。行きますよ。はい。じゃあ何行きますか。うん、あの、短いやつからいきたいと思います。全部短いですよ。あ、そうですよね短い、知ってる、ね、それがテーマじゃないすいません、ファさんからいただいてるんですが、はいはい、いつもね、ボックス三姉妹に投稿してくれてたんですけれども、うん、三姉妹なき後、とりあえず短い替え歌選手権で投稿しますということでいただいております。はい、二段熟カレーの、はい、歌あるね。二段熟カレーってどう、はい、二段熟カレーってやつです。はい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 。これを替え歌しました。はい、いきます。二段バラやべー。うっさいボケ。続けて。三段バラじゃボケ。訂正した。そこ？ということでした。面白いね。面白いね。短いけど。
何これ、夜桜見物での一部の方々の行儀の悪さにうんざりしている今日この頃ですが、あ、桜祭りとか相模原の桜祭りなりはいかがでしたでしょうか、うん、どうだったろうね。夜桜祭りは1週間前だったんだよね。そうですね、はい、あ、どうだったんだろう、参加しなかったけど、うん、でも夜桜祭りになるとね、酒入るしね。そうだね、飲むの前提だからね。行儀悪いのが増えて腹立つよね。ゴミとかね、持って帰ってくないからね。そうね。ね、俺もでも昔はよく夜桜、祭り見物に行ったな。あ、そうですか。うん、あんまりね、うん、案外いいのが、うん、まだ新しい町の公園、はいはいはい、新しくできたばっかりの公園で、うん、そういうところに意外と桜の木植えててさ、はいはいはい、ね、前はその新浦安とか、うん、はい、あそこに新しい住宅街ができた時に、はい、その近辺でやると案外、人が少なくて、はいはいはい、みんなチームで盛り上がれるのよね。そう、なるほど。あとその後はね、幕張とかね、へ、そういうところでやったりとか、そう、そういうところでやったりとかしたのよ、うんうんうん、そうすると案外あんまり周りが騒がしくなくて、うんうんうん、自分たちだけで楽しめたんでね、いいですね、うん、そこで猫拾ったんだよな、そういえば、まあ、あ、うん、西さんちの奈良、そうの猫、ね、うん、へ、まあ、そんなことどうでもいいさあ次のじゃあ、はい、ネタいきましょう。続いてはこれ伴奏できるやつからやっていきたいと思いますが、マルオスネボさんからいただきました、はい、こちら招き猫ダック、あ、招き、俺の大好きな招き猫ダックや、はい、招き猫ダックですね。そうだね、はいはい、これをいきたいと思います、はい、姉貴猫だけ兄弟、え、お姉さんが猫だった、ね、猫だったかしら。そして続いて親父犬だけソフトバンク一家なのかな、これかな、怖い時ですよね、完全かそして最後、うん、兄貴ダンテカーバーだけ。誰やねお兄ちゃんダンテカーバーさんという方がやってるんですが、ダンテカーバー、はい、あやちゃんのお姉さん、うん、お兄さん、はいはい、そんなサンダー落ちでした。すごい詳しい ね, ね、詳しい、詳しい、あ、そうね名前を失礼なんでね。姉貴は猫なの、だって違う、お姉ちゃんいないよね、出てこない ね, ないね。これはあれやな、姉貴猫だっけの時点では招き猫だっくと似た因でやってみたんだけど、うん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 、姉貴が猫なら親父は犬かなってだんだんソフトバンク方面に流れていった、ね、そういうことだね、絶対そう。それでダンテカーバーでオチをつけて、うん、見たぜみたいな、見たぜみたいな、なるほど、二頭大物一頭エビ厳しい、あれいる誰か、辛口、辛口やってるじゃん、いるかしら、いないよね、この人、丸坊さん大丈夫ですか、大丈夫大丈夫厳しいね西さんそれではですね、猫さんからいただいたやつやろうかな、はい、そうね、メロディーが難しいんですよ、ちょっと待ってください、うん、ブックオフ、ブックオフいきますね、うん、本を売るならブックオフですね、はいはいはい、こちらを替え歌してみました、はい、紺のブルマをムック履くやだブルマムック履かない、履けないと思うよでもいいね、紺のブルマ何そこ、ロマンだね、ロマンなの意味わかんないなぜならもう使われていないからさ、そうだね、昭和のロマンさ、そっか、よくさ、はい、女の子が、はい、ブルマの中にこうシャツを入れたりするじゃないですか、うんうんうん、体操着、はい、あとなんだっけ、ブルマの太ももの方に入れたりするじゃないですか、なんかの、ん、そんなことしてなかった、なんか、ね、え、なんか、ね、太ももの方に何を入れるの、なんか、ね、シャツを、そう、ウエストからじゃなくて、ウエストからじゃなくて下から、いや、それはやったことないな、そんなことない、うん、してたっけ、さ、なんか鉄棒するときってどうしてた、あ、なんか普通にウエストから入れてましたよ、あれ、そうだった、はい、なんかでも西さんにそう言われるとそういう風にもやってたような気がして、なんかね、そうされるのがたまらなく中学時代興奮してたんだけどフェチ男の人はブルマ好きですよね、猫さんもう一個あるじゃないですか、はい、ね、うん、
いろいろ曲変わると大変だよね。頑張るよ、ね、来週からはだから1個のテーマで絞ってね、はい、すいません、練習なんかしながら、ね、すいませんね、それでは、サンクスの歌をやりたいと思います。すぐそこサンクス、はいはい、はい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 、だいたいこんな感じですよね、うんうん、あのね、すぐを一生懸命音程を探してるけど、はい、別に音程なくてもそこはすぐそこサンクスでいいと思うのよ。あ、うんうん、さあそれを変えるとこんな曲になりました。これやりづらい。やんそこ散髪。全然わからへんけど。どういうこと？やんそこ散髪って、私に何をやらせようっていうの。本当にもうさ、やんそこ散髪恥ずかしい。何やろこれ、深夜の力だ。怖いねトンボって。本当だよ、ね、トンボされたら呼ばなきゃいけないだよ。もう一個いけますかね。いきましょう、それではラジオネーム、うん、RX7.83 からいただきました、はい、これはね、うん、CM じゃない、レミオロメンの粉雪、名曲だね、はい、粉雪の部分を歌してくれました、うん、はいはい、こなものお好み焼き、こなものね、こなものファンの人多いですからね。多いですよ ね、 ね、こなものね。この間もなんだっけ、桜祭りでもずいぶんこなものが多かったですね。多かったですね。お好み焼きやらたこ焼きとか、たこ焼きやらが、うん、多かったね。そういうところが人気だ、人気だったね、やっぱりね。たこ焼き食べたい、ね、美味しいかな、ね、では続いてもう一個あります、うん、船虫。何？なんて収まりがいいんだろう。収まりいいね、なんかね。別に。全然関係ないけどさ。もはや何でもいいんだけど。ね、4文字でなぐらいしか合ってないんだけど。うん、なんとなく収まりがいいですね。収まりいいですね。うん、船虫いいじゃないですか。粉雪綺麗なのに。船虫ね。あ、そうか、こういうのも。心まで白く。こういうのもありなんだな。面白いね。なるほどね。それではと読むトークさんからいただきました、はい、これはあれですよ、例のあれですね。走り出したら止まらないぜ、土曜の夜の天使さん。おお、はいはい、替え歌。なんでその歌がおぼつかなくなるの。どうした磯優子。何ですか。歌い手です。走り出したら止まらないぜ、土曜の夜の天使さんみたいな。もうちょっとちゃんと歌えますよ。大丈夫ですよ。まあ、あんま真剣に歌われてもね、こんなものね。これ、めちゃめちゃしょうがない、ね。そう、そうだね。もうちょっと真面目に聞こえるように。今、キー何だった ?C です。C でやったの、はい、それ、D にして、本気でちょっと歌ってから、バラードにして。難しい、そう、なんで走り、せーの。走り出したら止まらないぜ、土曜の夜の天使さ。おー、走っぽいか。全然違うね。皆さん、磯優子がバラードばかり歌ってる理由がこれで、お分かりになったんじゃないかと思います。アップテンポ歌うとね、急にアホみたいになったり。そうなんです。また恥ずかしい。じゃあこの曲の替え歌いきましょうか、はい、じゃあちょっと D で歌います、はい、熱唱系で、熱唱系でじゃあ。喋り出したら止まらないぜ、前は苦土等の50分。確かにそうだね。うまいね。うまい。今日15分でしたけど。そうだね、今日最短じゃないの、ね、もしかして、うん、最短です ね、 ね、初めの時も30分ぐらいだった、ね、スタートかすでに30分だった。そっか。今回はリスナーさんからの意見を取り入れてちょっと、はい、組み替えてみました、はい、編成をね、そしてですね、うん、こちらがですね、サムソンさんの問題のピカピカの1年生なんです。ちょ、弾けないんで歌だけ歌います。はい、もうもはやメロディーも怪しいんでね。そうね、難しいもんね、メロもね、うん、ピッカピッカの1年生、はいはいはい、をこちらいきます、はい、ピッカピッカの社会人、そうね、ありね、ありね、間違ってない、ありあり、うん、そういうシーズン。そしてもう一つ、うん、ピッカピッカの
新校舎。最近も新校舎って作ってるかな。どうですか、ね、昔よくね結構あったけど、うん、ここのとこの少子化でそうあんまり新校舎とか、あのむしろ古い校舎学校がね、うん、いかに利用するかみたいなね、閉鎖になってなんか合併になったりね、うん、そう確かに俺が行った高校はね小川高校なのよ、はいはい、で小川高校俺2期生なのね、はい、2期生でね、うん、1期生の時は校舎がなかったの、うん、確か青空教室、うん、あのどこだっけな、多摩センターの方南の高校っつったっけな、はい、他の高校でそう、そこの校舎を一部借りてやってたの、一期生はそう、それで確か入学式は2期生も南の高校でやったと思う、うんうんうん、それでその後新校舎が小川高校なるせのところにできて、そっちに移動したんだよね、すごい、まさにあのピカピカの新校舎っていう、今この歌を聴きながら、うん、あの桜散る中をみんなと共にこの新しい学び屋で3年間を過ごすんだなって思ったことを思い出しました。もう一個いきます。はいカステラ1番電話は2番3時のおやつは文明移動ですね、はい、おなじみだね、定番ね、はい、最近やってるかこの CM。 そういえば見ないかも。私年に1回ぐらい見ますよ。本当これぐらいで、これ中学生のこと、ドリアン、ドリアン生ちゃん知ってる、これカステラ1番電話は2番って知ってる。さあチャットで返事をするんだ。はいって返事をする知ってますよって。あ、本当知ってる、有名だよねやっぱり、うん、そう、え、だってあの CM でもなんだっけ、猫みたいなやつラインダンスでしょ、うん、のがなんかあのおもちゃ、糸の人形ね、糸のついた人形が、うん、操り人形が最後バタンって倒れて尻尾ピルピルってするで、10体ぐらいでこうラインダンスするくるくる回ったり、CM、そうだった。あ、ちゃんと知ってるの、猫が踊ってるやつ。あ、じゃあ一緒なんだ、すごいね。じゃあ、たまにやってんのかな。あ、俺中学生とか知らないかと思った。すごい、なんか、急に仲間意識。うん、ね、へー。じゃあ、みんな知ってるということで。はい、こちらを、サムソンさんから歌してくれました。はい、相模は1番、宅局は2番、深夜のラジオはイソラジだ。おー。うまい、うまーい、うまいね。ありがとうございます。おめでとうございます。ね、素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。素晴らしいじゃないですか。ね、よろしくお願いします、これからも。ね。はい。他局は2番で ね、よろしくお願いします。最近でもさ、ラジコ、はいはいはい、出てきて、随分インターネットでの放送が盛んになってきたじゃないですか。はいはいはい、知ってる？今度、iPhone 用のアプリ出たでしょ？ラジコの。嘘、知らない、ラジコは知らない。東京 FM とかラジコの、ラジコの iPhone アプリ、名前は何でしょう。ラジコ、ラジロー死ねばいいねひねれよって思うよなラジロー無料アプリですか、わかんない、まだ見てないけど、後でチェックしてみよう。それで iPhone で聞けるようになったのと、それからまた iPhone アプリで、うん、全く同じように、はい、サイマルラジオなのかな、はいはい、それでね、コミュニティ FM の聞けるやつが出てんのよ。うっそ、ほんと。へー、それでだから FM 相模入ってないんだけど、あ、日本中のなんかコミュニティ FM でそこに参加してるやつが見れるの、うん、素敵、見れるんじゃないの、聞けるの。あー、そうだねそうだもんねこれすごいことじゃない、すごいよ、ちょっとラジオ変わるよね。そうだね、だってサイマルラジオになった時点でさ、AM と FM の今度差別化がなくなっちゃったでしょ、うん、前はほら AM ってザーッとしてね、音が違う、ね、そうそう、音がやっぱりノイズの多いイメージあったけど、はいはいはい、すごい綺麗なのよ、吉田テレビの声とかあったラジオ、しかもステレオで曲も全部かかるでしょ。そっか、吉田テレビのとかいうのが全部ステレオで入ってくるの入らんでいいのに入らんでいいってラジオ無料でした。あ、無料なんだ。無料なの、あ、そうだよね、確かにラジコ自体がね無料視聴できるわけだから、うん、そうだよね、だからそれを思うとね、まあ、その、もし仮にインターネットで、うん、そのネットっていうか iPhone アプリの中に FM 相模も入ってればね、そうね、ね、コミュニティ FM も普通のメジャー局も変わらず、そうだね、同じ条件下で聞けちゃうわけじゃん。すごいですね。そうするといよいよ
ね、番組同士の勝負になってきますよね。しのぎ合いになってきますね。ね、次はだから今度どんなのが出てくるか分かんないけど、そっと練習しないと。あ、すいません、あの音乗ってますからそーっと弾いてもそして見えてますからユーストリームの皆さんには。やっぱ分かんなかった。ちょっとじゃあ、あの週ネタまた後半で紹介しましょうか。はい、やっていきますよ、ね、皆さんぜひぜひ。はい、宛先、はい、短い替え歌選手権ぜひ送ってください。宛先839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は042-776-0839、 042-776-0839番です。皆様からの投稿お待ちしております。この曲がね、ちょっと古い曲なんですけど、最近非常にお気に入りでございまして、ブックオフで250円でアルバム買いました。1989年のアルバムベスト版に入っております。お送りする曲は久保田俊信でミッシング。そういう時は最近聴いてるものからパクっちゃう。いいのかな。いいのいいのいいの。メタリカ何聴いてんの。FM 相模から生放送でお送りしておりますイソラジ。今日は古谷香織さんと西さんと磯優子と3人でお送りしております。そうです。今週もね、週替わりネタは短い替え歌選手権ということで、うん、皆様からネタたくさんいただいておりますが、まだまだね、この後募集、していただいたものをどんどん紹介していきますので、うん、ぜひ送っていただきたいなと思います。紹介した中でもさ、うん、聞いてるとあったねこれっていうの多いですね。いや、それこそピカピカの1年生とかさ、あった
ね、言われて思い出した、うん、あの CM が多かった。最近ないよね。そうだね、うんうん、なんだろうな、あとさ、なんかないかな、そういうの。だからなんかこうあるんだけど、こうパッて思い浮かばないんだよ ね、うん、だね。確かに。ぜひぜひ皆さん、ぜひなんか、ね、思いついたら送ってください、ね、よろしくお願いします。ちょっといつ普通と紹介したいと思います、はい。ラジオネームカズくんからいただきました、はい。今日誕生日です。お、今祝ってください。おめでとう。今祝います。ハッピーバースデ ー、今日ハッピーバースデーの歌を、じゃあそっちが歌います。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアカズくん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうおめでとう。わあ、6日が誕生日なのかな。かな、そうだね。そっか、ね、てっきり伴奏があるのかと思ったねできないできない無茶ぶりまさかそう、うん、実はね、昨日5日はね、はい、イソラジでも大人気のさゆりんがお誕生日だったんですよ。そうなんだ。そう、28歳。あら、さゆりおめでとう。おめでとう、ハッピーバー。さゆりん聞いてるかな。聞いてるかしら。ねえ、でもチャットにいないからな。あ、そっか、じゃあまだ聞けてないのかな。帰宅途中とかかもしれない ね、 ね、うん、ね、いい28歳になってください。へえ、カズくんもお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。そういうメールね、いただけたら祝いますからね、うん、そうだね、ぜひぜひ、うん、今度までにあの伴奏付きでハッピーバースやりますよ、ちゃんとハッピーバースで歌いますよ。バラードで綺麗にそっちが歌い上げます。歌い上げる、うん、あの世界で一番歌われてる歌ですからね、ハッピーバースで。そうだね、そっかそっかそっか、ギネスで認定されてますから。そうだよね、そっか。あのさ、はいはい、飯島さんから。飯島さん、はい。かおりちゃん、髪切った？さすが休みがなくても元気ですね。イソッチ、ボックスと両方のブログを見ても風邪疑惑だったので、そんなに悪かったとは知りませんでした。ああ、どうもありがとうございます。っていうのが、はい、でこれであの思い出したんですけど、はい、桜祭りであの古谷さんに、ね、指令が出ましたよね、あの市長が隣に座ったら、あの髪切ったってタモさん風に言うっていうね、はいはい、まず言うっていうね、うん、それとあとなんだっけ、あの噛んだら突っ込むっていう、ね、今噛みましたよね、今噛みましたよねっていう。これカオリンがね、うん、この女バカですよ。何バカなことした、私あのなんとか髪、あの指令をやんなきゃいけないっていう、うん、はい、あの一応ねやんなきゃっていう、本当に真面目な子なんですねこの子は。何、あの普通にねバカな話してたんですよ、市長に向かって、はい、あの僕は最初の方でなんかあの政令指定都市になったらね、うん、あのその辺のその辺のちっちゃい市のとは違うんですよって言って、うん、あの社長っていうのはいっぱいいるけど、ほとんどが中小企業の社長で、あのタコ社長みたいなのばっかりだけどあの政令指定都市になったらもうヒルズ族ですよみたいなどうですか社長、あの市長、あの昼六本木ヒルズの住み心地はって聞いたら、まあ大きい小さいに関わらずですね真面目にね答えてくださいんですよ。あ、はい、みたいな。いいから出してますよね、なんかあのどっかジムとかで鍛えてるんですかとか、ね、腹筋、これちょっと脱いだら腹筋とか割れたりしてるんですか。あの僕の友達でそういうやつは必ずあのこうやってあの鏡の前でポーズ取りながらこれ触っていいよとか言うんですけど、そういうことしないですかね。いや特にそういうさすが市長みたいのが、うん、あのアホな会話と、うん、それから古谷香織は当然あの最初に書いてある綺麗に書いてある質問を聞かなきゃいけないんですよ、でそれを聞きながら、うん、何を思ったか突然あの市長政令指定都市になって気分も新たに髪を切ったり しませんか市長があの俺のご質問にもさ、俺のアホな質問にもさっとテキパキ無視してきちんと答えてたあの市長がですよ、はい、古谷香織のその質問には？もう大変ですよ、俺も大爆笑だしあのそれを見てるあの桜祭りのサテライトスタジオに見に来たそのイソラジリスナーのみんなももう大爆笑だし、みんな笑ってた、ちょっとちらっと見たみんな腹抱えで笑っててわからないの市長だけじゃないですか。市長ははって言ったと、いや特に髪は切ったりはしませんねあ、そうですか
もうやったよちょっと私みんな頑張ったよ私すごいね香織ちゃん可視化ってもうダメよねこういうこういう真面目な子にああいうふざけた指令を出すのやめましょう。え、どうすればよかったんですかね。いや、やんないでいいんだよ。やんなくてそうだよ。やんなくてよかったの。やれるわけないだろうって言ってしまえば終わりじゃないか。市長に向かって、じゃあお前言えんのかと。隣に市長が来て髪切ったって言えんのか。だってイソラジで決まっちゃったから。だって真面目なのか。言わなきゃと思って。俺ちょっと反省したわ。こういう真面目な子にそういう指令を出したらいかんなと思って。しかもね、ちょっとこだわりがあって、うん、例えばほら、髪切ったりしますかって聞けばいいじゃないですか。うんうんうん、でもほら、聞かなきゃいけないのは髪切ったじゃないですか。うんうん、あ、なるほど、ね、なるほど。だから、うん、髪切ったりしますかそこはちょっと微妙に。そこならこだわってたの？髪切ったリスナースカにしたんだよちゃんとこれは気づいてくれたリスナーさんいるかなあるかおりちゃん気づいた人はあのねでもあの今チャットで見てる人は、うん、あのでしたねって言ったり大爆笑してたり努力の後は見えたって言ってもいたり勇者だねかおりちゃんで見ていた私も笑っちゃいました頭いいねっていう人もいるしあ本当ね、あの結局古谷さん名前思い出してもらえなかったし、うん、そうだ覚えててもらえなかったんです、ね、まあまあしょうがないですよねそれはねしょうがないですよ毎年毎年毎日毎日何人もの人とお会いしてるもんね自然体質だって毎年変わるしねそうですそうですまあそれは大変まあそれはしょうがないと思うんですけど、うんうん、いやびっくりしたあれはまさかやるとは俺の方がドキドキしたわちょっとね止まっちゃったんですよだからなんか、ね、市長がえって、ね、えってあの俺とかがやっぱりこういう、うん、あのギャグでこうそういうこと言うのと、うん、違うんだねやっぱりね真面目なこんな綺麗な子がそんなことを言い出すと思わないじゃないですか。トンチンカンな質問をするとは思わなかったかな完全に市長の時間止まったからね止まったはって言ってもうその後のフォローが大変ですよ私もいやほらなんかあのこう気分も新たにこうさっぱり髪の毛切ったりとかしたりするのかなと思ってみたいな感じで取り繕ってみたんですけどかおりちゃんすごいしないって言われたでもね師匠まあ、 あの今の師匠すごい気さくな方ですよね、うん、そうですね基本的には本当にまあだからなんとか、はい、成り立つようなもんですけどね、はい、これがなんか頭の固いやつだったら大変だよねあそうかなふざけたことを聞くんじゃないとか言われたら、ね、もうやめてねじゃあそういうあのもうやめますごめんなさいそういう指令を出すの、はい、すいませんでしたもう二度としませんお願いしますもうこんなことになるとは思わなかったからやっぱり香織は真面目だなと思ってね。待って損したわ。いやいやいやみんなとあの叩いてますよ。あのよく頑張ったと。ありがとう。もうその言葉だけでやった甲斐があったよ。本当だよね。本当によく頑張ったよね。すごいね、うん。そこは褒めてあげますよ。ありがとうございます。だって本当に俺はやるとは思わなかったからさ。もうすごいプレッシャーで本当にもう桜祭り行くのやだって思ったそうだって市長のインタビューやっぱりあったって私に言ってもらったほらその先週の段階ではまだ分かんなかったのが、うん、来るかどうかっていうのがそうだったんだよね、うん、でその前日にね、うん、あのやっぱり来てくださるっていう話が、うん、聞いて、はいはいはいね、あるんだと思ってちょっとブルーになったの桜祭りって言ってメールもいただいてるんですよ、うん、あそうね、古谷さん、西田磯さん、こんばんは、ひろぽんだよ、こんばんは、ひろぽん、桜祭りの公開放送とっても楽しかったです、プレゼントありがとうございました、あいいえ、どうぞ、こちらこそありがとうございます、それからね、うん、サムソンさんも、桜祭り行きましたと、うん、香織さん、西さん、セミマルさん、ドスコイさんはじめスタッフの皆々様お疲れ様でした、うん、日曜日に行ったんですが予想に反して雨、一時ぽつり雨、しかも寒い、うん、そうなんですね、でも満開の桜と祭りの熱気を肌で感じ、ウェルネス前のサテライトブースはさらに熱気を感じました、うん、リスナー同士は放送終了後に西さんやドスコイさんとお話しすることができて嬉しかったです、ボックスの CD やステッカーなどいただいてしまい、なんとお礼をしていいやら本当に恐縮しておりますありがとうございますということで、香織さんもね一言ご挨拶しようと思って、うん、
思ったんですが、うん、忙しそうでできなかったのがちょっと残念でした。そうだったんですね、すみません。サムソンさんと話した時、うん、ああそうか、トイレ行ってたから、トイレだもう3時間ほらトイレ行けないからさ、ね、終わったらそこまで。ごめんね、サムソンさん、その時カオリはうんこしてます。違う、何言ってんの。何ですか、違いますよ。綺麗な女の子はしないんだよ、そういうこと。そうだね、カオリはしないのね。ちょっと買い物に。もう遅いわ。すごい、トイレ混んでたんでしょ、なんか。ね、そうだね、すごい、みんな並んでた、ね。女子トイレは並ぶんだよ。どうしても並んじゃうんだよね。そう、サムソンさんにも会えたし、うんうん、ヒロポンにも会えたしね、うん、話ができるとやっぱ嬉しいですね。リスナーさんにお会いできたのもすごい嬉しかったです、うん、ね、やっぱこういう機会あるといいなと思うよ ね、 ね、みんなだってね、髪切ったって言いに来たりしてます。すごいね、本当にブースに、ね、私もバイトの前に行こうと思ってたのに風邪ひいて寝てた。そ、ね、あ、そっかそっかそっか、行けなかったよ、うん、ね、うん、あとでもあの時は初日がね、はいはい、土曜日がセミマルが、はいはい、会場でやってて、うん、セミマルと誰だっけ、女の子、斉藤奈美さんか、うん、それでレポーターを鈴木貴子さんがやっててね、うん、それでそれの時にはね、こっちで、はい、カオリンが交通情報と天気予報やってて、はい、それでね何ですか、それでね、古谷香織ったらね、はい、交通情報が結構長いんですよ、はいはい、その桜祭り会場の交通規制をご案内して、うん、はいはい、普通の相模原周辺のいつもの交通情報を言って、うんうん、そこで以上交通情報でしたって言ってから、うん、天気予報に行くんですよ、はいはい、何を思ったか、その交通情報を読み終わった後に、はいはい、以上天気予報でしたって言うんですよ。それでそのまま CM に行ってCM 明けに向こうに行くじゃないですか、はい、ところがセミマルさんは多分忙しかったのか聞いてなかったのか、うん、それ突っ込んでくんなかったんですよ、ね、あー寂しい。別にそんな突っ込んでほしくて言ったことじゃない、こんな美味しいところを突っ込まないかと。そこを突っ込んでこそですよね。 それをね、古谷香織はよっぽど悔しかったのかその次の交通情報で、はい、もう一回交通情報を読み終わった後、はい、以上天気予報でした。嘘だよ、いかがだよね。明らかにちょっと考えてからもう一回天気予報でした。違う、本当に本当に口が勝手に唇師匠出た、うん、唇師匠出たよ自分の意識とはそんなに突っ込んでもらいたいか。違う2回続けてたよ、すごいね、ありえなくない、ありえない。交通情報読み終わった女が以上天気予報だった。うっそー、今のがそれで変わって天気予報ですってまた言う天気予報でしたって言ったくせに2度目も突っ込んでもらえなかったの。そうなの。いや、実際やるとスタジオとサテライトの方はその前に打ち合わせとかしてるから、はいはい、確かにこっち側のスタジオのオンエアはなかなかこう聞いたりできないんだけどね、うん、だけどそんなボケを2度も重ねるとは思わなくて、ね、びっくりしましたよ、本当に。こっちがびっくりだよすいません何を言い出すかと思う、ね、ラジオ聞きながら突っ込んで出す人もいたかと思いますがそんな具合に古谷香織2日間大活躍、大活躍やだ、そんな活躍ボケ大連発ですよ、すごいね、お疲れ様でしたすいません、あんまりこう午前中とか昼とかあんまり頭がまだ起きてないまあでも桜祭り楽しかったです ね、 またね、リスナーの人あの時そのセミマルのやつが終わって翌日やって、うんうん、でその午後からは手島さんとね佐藤理香さんの、はいはいはい、サンデーリクエストライン、はいはい、佐藤理香さんが最後だったのね、ね、それでちょっと、うん、涙雨かしらと思うようなね、はい、なんかパラパラっと雨が降って、うん、なんかちょっと感動的だったわよ ね、 ね、袴を着てます、袴っていうのかな、そう ね、 ね、うん、卒業式だ、そう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 、ね、なんか来年はあれですね、うちの番組も頑張ってなんかコスプレしましょう。かおりちゃんがすっごい目そらしてますけど、めっちゃブルーになってる私はしないみたいな顔してますけどなんかしよう、なんか西さんがね、なんかしましょうよ一緒に、西さんなんか平尾正明と畑中陽子みたいな、なんでなんで、なん
ね、すごい地味だ。わかりにくい。わかりにくいよね、きっと。まず西さんが平尾さんに見えないし。多分。やかましいわ、僕。多分だって見えない、うん、そうね、うん、さあなんかあの設定を考えてやりましょう。なんかすでにあのナース希望っていうのが2票すごいチャットで入ってますけど、ね、ナース寒いからなきっと。ナースはだってやってたもんね前ね。あ、そうですね、手島さんのところでね、うんうん、今日私の友達見てるかな、すごいコスプレイヤーなんで衣装貸してくれましたか。あ、そうなの、うん、あ、遠慮しておきます。コーキなんか貸して。なんかあ、コーキいるよ。お前の好きななんか衣装なんでもいいから提供して。何それ。怖い怖い、どんなのが来るのか。貸すよってもう返事が。早いし。すごいアニメキャラとかゲームキャラいっぱい持ってますから。あ、そうなんだ。自分で作ってるんで。なんかこういうデブキャラと綺麗な女の子のなんか組み合わせの、うんうん、考えて作ってもらえばいいじゃん。作ってもらうの、うん、プリキュアって。プリキュア、西さんキュアパインね。ドリアン生ちゃん。プリキュアって。かおりちゃんはいけるけど。西さんは。あ、でもあのいつも敵のさ、はいはい、敵がなんかいつもなんか同じセリフ言うよね。敵が？うん、なんかね必ず怖いなとか。見たことない。怖いなばっかりそれしか言わないやつなのよ。はいはい、敵キャラが。はい。プリキュアってさ、今あのそのセリフは今何になってんだろう。必ず言うじゃん、その敵キャラが。へえ、それはもうずっと前から。あ、プリキュア見てる人いないかな。ねえ、どうかな。前はね、怖いなとかね、うん、そういうようなことをなんか連呼するのよ。1回だけ見たんだよな、私プリキュア。なんかそれで必ずそう言いながらバーンってやっつけると怖いなって言って死んでいく。怖いって言いながら。そうそうそう、全部そういうセリフでやってたよ。そう、うん、そういうのなんか考えよう。じゃあなんかある、なんかあるでしょ、デブキャラとそういう美人の、ね、じゃあもう後期いろいろ提供よろしくお願いします。勝手に決めて。だからプリキュアだったら、うん、そのほらやっつけられる。はいはい、敵とね、敵とプリキュアで。なんかこれじゃん、なんかピュアピーチとかそういうの。なんかでもあれだったね、そういえば前にカオリンの何あのなんかイベントとかをさ、うん、やってるそばで、うん、またもう一個の体育館とかね、はいはい、そういうところであのセーラームーンのイベントとかやってて、そのファンの人がね掛け持ちするのよ。向こうのプリキュアの午前の部を見たら、はい、見終わったらこっちのイベントに来て、はい、でその後また向こうに行くんですみたいなのが、あ、こういうのも人気あるんだな、すごいね。あ、それぜひやりましょう。なんかなんかなんかこうなんかさ、地味だなと思ったのよ。サテライトスタジオもっと華やかにしたいなと思って。だいぶ西さん暴走してたと思いますか。それはだからほら、キャラ的にとか喋りの方面でしょ、うんうんうん、じゃなくて見た目で、見た目がね、うん、見た目でほらなんだっけ、なんか変なパンピーレッドとかいう、はいはい、資源じゃなんかわけわからんやつの、はいはい、あれが来てたじゃん、はい、あの時にちょっと悔しかったんだ。負けたって思ったの。俺もなんかこんなのがいいなと思って。あー、そっか。兄さんマリオやればいいじゃん。マリオ、ルイージ、あ、マリオとピーチ姫。おお、あ、ピーチ姫いいじゃん。マリオ姫、マリオよりは俺なんかクッパ、クッパかな。クッパがドンキー。そうだね、ねえ。まあいいや、そういうのなんか、はい、あとほら手島さんのとこはなんだっけ、毎回チロルチョコ、そうそう、チロルチョコをね作って配ったり、うんうん、あとリスナーの人は、うん、洗濯バサミをどっかにつけて、はいはい、聞きに来て、遊びに来てくださいなんていう、はいはい、目印としてリスナー聞いてますよっていう、そう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 、なるほど。だそういうのなんか、ね、何がいいですかね、じゃあそういうのも考えながら、もしね来年また、そうなの、だからね、あそれがいいなと思ったのその、うん、リスナー同士の人が、うん、分かるね、この人そうだ、あの真夜中リスナーだとか、うんうんうん、分かるじゃない、そうだね、そうするとコミュニケーション取りやすいじゃん、うんうん、そうだね、だからなんかそういうことしたいなと思って、全員がなんか胸にバラを刺しているとかさ、うん、すごいね。そう、何かと思うよね、うん、全員がバラを加えて片手にブランデーグラスを持って、そうかしら、目立ちそう、
あのバスローブを着てる。みんな石原裕次郎みたいに立ってるよ。おかしいよ。桜祭りなのに。ねえ。あでもなんかそういう目印が、なんかねそういう目印がね、あるとね、うん、みんなでそういうあのコミュニケーションが取れるようなことができたらいいなって思ったんですよ。はい、はいはいはい、考えましょう。じゃあいい子のなぞなぞコーナー。プロ野球界の大先輩、はい、金田、王、広岡の3人が歩いていて、はい、10円玉を見つけた、はい、さて3人が揃っていったセリフは。え3人が揃っていったセリフ。揃っていった、うん、金田お金田、王、広岡の3人だよ。広かな。おお、え正解まであと一歩だ。え広頑張れ。えもう一息だ。おお金広金離れたあの3つにこう分けて大丈夫なんだよ。金田、あの王さんもいるよ。王金田、うん、広岡おおやったー正解。おーそう、王金田広岡。あそのまんま名字を。なるほど、ね、並べた感じで王金田広岡の三世ね、はいはい、巨人の V ラインを築いた、うん、これに長嶋さんが加わって、はい、まあ、黒江さんとかね、うん、あの土井さんとか、はい、高田柴田こういう選手たちがいて、うん、巨人の V ラインが出来上がったわけですよ、はい、川上監督を中心にね、うん、懐かしいな。懐かしいね野球好きですもんね兄さんね。大好きよ、もうこの時代だねやっぱりね、うんうん、さあ次の行く前にちょっと曲いこうかな。はい、うん、もう今日は曲もたっぷりかけられる。はい、4曲目ですね今度はね。そうですね、4曲かかるの久しぶり、うん、本当に久しぶりね。お送りする曲はラルク・アンシエルでハニー。
壊れかけの心と重たい足を引きつって歩くことを諦めかけた冬の日さりげなくそばにいて背中をそっと押してくれた今のままの君だって歩いて行けるよと歌声喫茶磯このコーナーでは私シンガーソングライターであります磯優子がどの面下げてそんなことが言えるかなシンガーソングライターの磯優子が懐かしのフォークソングなどをカバーしていくというそんなコーナーでございます、はい、今日も懐かしい歌を歌います、うん、今日は何歌うんですか。今日は小林明子さんの恋に落ちてフォーリーラブを歌います。はい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 、あの怪しい恋愛の歌をね、俺もあれカラオケ行くとよく歌うんだ。いい曲ですよね。いい曲だよね。そう悲しいけど、うん、というわけではい、はい、行きましょうか。歌ってみたいと思います。はい、それでは磯優子で恋に落ちて。
ありがとうございました。ありがとうございました。磯優子で恋に落ちて。はい。ね。でした。2番がそういえばこれ英語なんだよね。そう。大丈夫かしらと思って心配して見てたんだけど。一応いけてますね。そう、これ、ね、中学生ぐらいからカラオケで歌ってるんで。ああ、そっかそっかそっか。意味もわからず歌ってました。ただウーマンじゃなくてウォーマン。わ、ウォー、ウォーマン。ウォーマン ？I'm just a woman 。ウォー、ウォーマン。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 ウォーメン？ねねねね。リキ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 。ウォーメン。ウォーメン？え？難しいね、発音。ウォーメン。ウォーメン。じゃあ複数の音、ウィメン。ウィメン。ウィメン。ウィメン？何？イソチの顔が面白いから今ユーストリームの人だけが得をしている。え、そんな面白い顔してた？ちょっと一生懸命になっちゃったからね。今もう一回イソチの顔ちょっとアップで。やだよ。今カメラがカメラ動くんだって言ってね、びっくりしてる人いる。イソチ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 、はい。ウォーメン。はい、woman. Woman. Repeat after me. Woman. Woman. And women. Women. And women. 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 ひどい。これユーストリーム専用のサービスです。ひどい。お送りしました。そんなひどかった、私。いやいやいや、そんなことない。いやいや、全然ひどくないですよ。発音一生懸命な感じが可愛らしい。全然顔が面白かったんで。ぜひユーストリームにと思って。ユーストリーム怖いわ。ウォーメン、ウォーミン。難しいね。ホーチミン、ウォーミン。誰がホーチミンの話しとんね。わかんないけど。こんな具合に、はい、ちょっと懐かしい、うん、フォークソングを中心にね、はい、イソチがカバーするというのをやってますので、うん、はい、ぜひこの曲が聴きたいなんていう方はリクエスト。そうそうそう、リクエストぜひぜひ、ね、よろしくお願いします。ね、お待ちしておりますよ。はい。宛先は839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 番です。皆様からの投稿お待ちしております。ほいではもう一曲お送りします。英語風に曲紹介します。山崎まさよしでドミノ。
けの心と重たい足を引きつって歩くことを諦めかけた冬の日さりげなくそばにいて背中をそっと押してくれた今のままの君だって歩いて行けるよとあなたの肩の向こう揺らめく街の明かり寒がりなお送りした曲は山崎まさよしでドミノでした。さあ、ひふみさがみから2時間生放送でお送りしておりますいっそラッチ、はい、磯ゆかと古谷香織と西健二西健二でお送りしております、はいね、こちら FM 相模では音楽がかかっている時間には、うん、ユーストリームの方ではね磯ゆう子の曲がかかっております。あ、そうなんです、そうなんです、ね、ジャスラック関連楽曲がまだちょっとかけられないということで、うんうんうん、そうなんですけどさ、そういう対応です。めんどくさい。何ですか？めんどくさいね。あ、曲を2つかけるのがめんどくさい。そう、ちょっと大変やね。だからたまにかかんなくても怒らないでね。そう、かかんない分には多分まだいいと思うんだけど、止めたりとかしなきゃいけないんだ。かかりっぱなしのまんまでさっき危うく歌声喫茶磯の曲が始まるから、ね、ものすごい聞き苦しいよね。大変だね。磯っちが2人いた、ね、歌ってるみたいな。そうね。ね、本当ごめんなさい。そういう感じですが、うん、ね、なるべく頑張ります。はい、ので皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、さてさて、違い違いが来てるんですよ。はい。あれそれ行くのか。あ、オッケーオッケー、よし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 、任せろ。俺に任せろ。大丈夫だ。あれやろ、あの女やろ、そうそうそう、あいつやろ、そうそう、いつもの昨日誕生日だったあの女です。誕生日おめでとうね。よし、ギリギリお誕生日おめでとう聞けたのかしらね。あ、聞けた。あ、ギリギリそこを聞きましたって書いてあります、ね、よし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 、うん、でもチャットに入れないで。あら、そうなんだ。あれ、そうなの、どうしたんだ、どうしたんだ。この間入ってたじゃん。ね、入ってた、人気者になってたね。うん、そのうち入ってくるんじゃないだろうか。そうだよ、頑張って、お頑張り。はい、ということで、はい、いきたいと思います、はい、こんばんは、さゆりんです。こんばんは、お誕生日ありがとうございます。ということで今日の違い、タマプラザの次は鷺沼に泊まります。はタマプラザの次は竹馬に泊まります。竹馬に止まらない。竹馬は止まらない。なんで急に竹馬が。サイリーもちょっと考えればわかる。さあ続いて、甲子園の決勝戦見てました。ということでセンターお化け屋敷。なんで。さゆりなんで。確かにある独特の発音だけど、ね、お化け屋敷はないないんで、そんな名前の人はいない、ね、うん、ということで以上かな、これは。本当重症だよ、本当に重症です、この子は。ねえさゆり、ありがとう。
ありがとうございました。ね、ということで、こちらで。旬ネタに行こうと思うんですけど、はい、さゆりんも旬ネタくれてるんだよね。じゃあ、ついでにこれじゃあ、旬ネタ、さゆりんのやつ行きましょうか。うん。短い替え歌やらせてくださいということで、イマジンの替え歌で、はい、イマジン・オール・ザ・ピーポーを、はい、うん、ヒマジン・オール・ザ・ピーポーだったら困るねえ、面白いひどいサイリンも面白いけど、イソッチもだいぶ面白いよ。え、嘘歌い方ヒマジン・オール・ザ・ピーポーだったら困るねそんなのあった？私結構一生懸命歌ってたんだけど。ジョン・レノンやで。うん、知ってる。ジョンでしょ。ジョン、うん、知ってる知ってる。あっこのジョンでしょ。あっこのジョンこれいいですね。でも、はい、面白い。ありがとうありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続いて、週ネタ、うん、行くのです。はい、行くんですよ。はいはい、うん、週ネタ行くんです。一曲ね、なんかカオリに歌ってほしいってやつもあるんだよね。あった、うん、じゃあそれ歌ってもらおうかな。カオリ歌ってよ。私、うん、ヒロポンの作品。あ、ヒロポン、うん、はい、昔こんな替え歌が流行りませんでしたか、歌は古谷さんに歌ってほしいですということなので、はい、うん、日本昔話。はいはいはい、ね、はい、坊や良い子だねんねしな、ね、ですね、うんうん、皆さんおなじみです ね、 ね、はい、その替え歌で、坊や良い子だ金だしな怖っ。こういうこと？ヒロポン、こういうこと？パーそういうことだよ。そういうこと？完全にカツアゲですよね。カツアゲ。ちょっとそこで飛んでみろよ。でもこれ歌った子供の頃。うん、私も懐かしい。うんうん、やってたやってた。懐かしいわ。ありがとうございます。ちゃんとヒロポンキャラもね、設定してやってくれるからね。素晴らしいですね。ありがとうございます。それでは続いて、はい、ラジオネームふみさんからいただきました。初投稿ということで。お、これはできると思います。うん。この木何の木気になる木。え、何ですか？あるよね。あのさ、それをさ、じゃあ、じゃんじゃなくてさ、この木何の木ってバラードでやってるの？アルペジを弾いて。はい。なんかすいませんね。この木何の木気になる木。そうやってちゃんと歌えるよな、ね、不思議な子やな私は本当に違うねさっきの気になる気ひどいもんやったよなひどいとかじゃないけど、やっぱ歌い方で違うなと思ってこの気になる気気になる気みたいなそんなに違う、まあ、じゃあこのバラードバージョンでちょっとこの替え歌いきましょう、はい、行ってみたいと思います。ふみ、はい、さんの作品です、はい、この木何の木デジタル木。うまいじゃない。うまい、うまいね。この木っていうのが全部機械の木になってるね。この機械は何の機械、デジタル機器です。すごい、ね、すごい綺麗、ね、見事ですね。ありがとうございます。山田電機さん、山田電機の店員さん風ですよねこの機械は何の機械ですか、あ、こちらデジタル機器になりますっていうようなそんなイメージで、はい、そしてそしてね、これはね、うん、マルワさんからいただいた作品なんですが、これ神戸のマルワさん、神戸のマルワさんです。チャットにもいる、チャットにいるよね、マルワさん。あれ、いないか、あ、いた、さっきいましたよ、いた、うん、それでは、一つ歌いたいと思います、はい、さらりとした梅酒、うん、はいはい、こちらをですね、はいはい、これは完全に言い換えておりますが、はい、カラオケしてるイソッチ無理やりじゃないそっちイソラティア何でも OK みたいな強豪にさ、いいですいいじゃない、いいじゃない、こういうの好きだな私、ね、もう文字数さえばいけるよみたいな大好き、こういうの、うん、いいですね、ありがとうございます
それから私もう一本のやつが歌がわからない。あなたの街の0123、あと引っ越しセンターへ、はいはい、あるねあるね、はい、ああユーストリームでご覧の皆さん、今のイソッチの顔見ましたか？これねちょっと磯中分かんないんだもんね、その日からちょっと困ってる、ね、でもこれこの曲は分かったんやけど、はい、それでもあなたの街の0123これを、はい、亀田光輝は大輝の兄さん兄さんだって兄さんですすごいね、そこ合ってるわ、ね、すごいいい感じ、もうこれ見事ですね、ありがとうございます。これはこの人のセンスはいいですね、素晴らしいじゃん、なんかね、またじゃあぜひ来週もこのネタやりますんで、ね、神戸から神戸で聞いてくれて、ね、嬉しいね、これは、ね、ということで、あとねサムソンさんがね、これは CM ソングじゃないんですが、思いつき番外編ということで、はい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 、いただいております、京都大原三千院院の音はどこへ行ったお前はちょっと喉に何か言いましたまあ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 、はい、いいじゃないですか、私この、うん、歌い手ですさっきいい歌歌ったんですけど、さっきとてもいい歌歌いました、はい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 、別人みたいですが、はい、じゃあこれはあのほらカオリンにもカオリンも購入してる今の京都大原三千院、はいはい、じゃあカオリンこれ歌って、替え歌を、替え歌を、はい、うん、じゃあ歌いますね、サムソンさんの投稿です、はい、京都大原三千円え違う、いや違うないですよ、いやいや面白いですよ、面白いですか面白い、いいじゃないですか、そう合ってる合ってますよ、せっかくいろんな人がいるから、あ、なるほど、いろんな人がみんな歌い手ですからね、うん、いやそうですね一応ね、大原これ昔なんかこういうのなかったっけ、あったあった、大原三千人とかね、ああやったね、あれは何のコーナーだったの、違いです、あれ違いか、うん、あそかそかそう、そういう風に歌が聞こえたってやつ、はい、次はじゃあ俺が行こうか、お願いします、これ細川たかしさんのあれだよね、心残りという歌ですね、うん、はいはい、私バカよねおバカさんよね、後ろ指後ろ指刺されても、長くないですか、あなた一人に命をかけて耐えてきたのよ今日まで、っていう歌の替え歌で、はいはい、お前アホやねんほんまアホやで後ろいや、そこまでそこまでそこまで書いてないけど関西弁にしたんですね、なるほどね、かわいいねなんか急にごめんね勝手に伸ばして大丈夫で、ね、次この曲は代わりっぽくない、なんかね、うん、ね、はいはい、キャンディーズの曲、うんうんうん、分かってるか、あ、分かった考え込んでました、分かったいけるか、はい、いけるか、元の歌は雪が溶けて川になって流れていきます、うまいじゃん、いいじゃん、なんかぽいぽい、さすがアイドルぽいぽい、上手、それっぽい、なんか何、綺麗にまとまってるわもうなんちゃんって言いそうになったもん何それ、いいじゃない、なんちゃん派俺は割とスーちゃん、あ、スーちゃん派、私ユタカって言いそうになったわ旦那か旦那言ってどうすんのじゃあこのなんだっけ、これは何だっけ、春一番だっけね、うん、じゃあこの替え歌で、はい、雪が溶けて雪崩になって崩れていきます怖い怖すぎる、こんな雪山は怖いよね、雪山恐ろしいわなんかさわこんな楽しげに歌うもんじゃないよね全然違う、崩れていったら、ね、危ない危ないじゃあ次イソッチ行きますか、
あ、これじゃモノマネしてる。これどうやって、え？おふくろさん。俺やろうか、うんうん、じゃあこれ元の歌、元の歌。はい。今すごい顔してた。見せてあげたいよね。カメラくって向いて。空を見上げる。空にある。ありがとうございました。これどの回？これに当てはまるの？まあ今の俺の歌い方に当てはまるかどうかは別として。森進一やったら俺生まれて初めてやね。割と似てたよ、ね、割とちょっとなんか特徴つかんでいい感じでしたよ。西さん特徴だよね。西さんそうモノマネレパートリーがね。これのおふくろさんの歌で、はい、おぐしおさんよ、おぐしおさんよ。これ何？わかるかな。おぐしおね、バドミントンの、ね、ントンのね、おぐしお山陽なんだ。うん、でも最後がさ、おぐしおと山陽ってこれ会社名、山陽って会社名がついてる、ね、ついちゃった。なるほどね。ありがとうございます。面白い、すごい、いろいろありますね。あのこれ週ネタじゃないんだけどさ、はいはい、あの西さん、ジャパネット高田のモノマネでネタやってください。西さん何屋さんだと思ってるんですか、ね、俺やったことある、ジャパネット高田。いや、ないないない。できそう、できそうじゃないって思ったんじゃない、うん、なんとなく最近やってる人多いもんね、うん、できんじゃないですか。やっぱパッとセリフが思い浮かばないで。あーそうね、これテレビショッピング、はい今回はね、これに、はい今回はこれに、なんと送料はさあ、じゃあ、できるか。ちょっと今むしろマギーシローっぽかった。近い近いどちらかといえばそっちだ。これをね、さらにね右の手に移すからね、今ね、今右に移ったのはまあ、あの見せないんだけどね。でもう一回右に戻る、ほらね、戻ったね。はい、ありがとうございます。似てるさすが。そんなのええね。週ネタはこんな感じですかね。はい、こんな感じでいただいたり、ね、皆さんすごいです ね、はい、ね、ありがとうございました。こんな感じ、来週だから、あのピッカピッカの1年生、これの替え歌を、はい、あのこれはレギュラーコーナーとしてやっていきますの で、はい、ので短い替え歌選手権、はい、お待ちしております。お待ちしております。週ネタはまた別にね発表しますので。わ、はい、かりました。はい、お待ちください。さあ2時間お送りしてまいりました、イソラジ。なんかイソツキは微妙な髪型が多くないですか、ね、ちょっとやっぱりまだ鼻の通りが非常に悪い。苦しそうだよね、ちょっとね、昨日に比べりゃマシですけど。普通歌いっぱい来てるんですよね。そうなんです、すいませんね。じゃあイソチ行ける？はい、香り女さん、パソコンで見てますということで、桜祭りは平塚のマリーナで聞いてました。今度坂本冬美がカバーしてるまだ君に恋してるをイソチバージョンで聞きたいです。あ、すごい、まだ君に恋してるってやつね。はい、モアさん、はい、こんばんは。やっと春休み終わりました、うん、まだ休み感覚の娘にはカツ入れました。お、夜食はうどんにしてねという娘、夜食より勉強だろう。ね、でもこれ夜食を楽しみに勉強頑張れたりします。まあ、それもあれもありますよ ね、一つ楽しみがあると、ね、お母さんも大変だよ ね、勉強に付き合って夜食まで作るってなると ね、それから同じくモアさんか、はいはい、先週頭の MRI を取りに行きましたって。口が回らないのとよくぶつかるので、うんうん、イソッチもそうだね。じゃあね、ちょっとやばいですね。結果は脳腫瘍なしだけど、うん、頭蓋骨の穴が開いてると言われ怖くなりました。ちょっと穴が開いてる頭蓋骨に、うん、様子を見てタンクブができたらまた受診しに来てだったので怖いとしか言えません、うん、ね、大丈夫なんでしょうか。娘はタンクブできて行けばよくねと軽い答えが返ってきました。今週は胃カメラ飲みます、うんうん、皆さんもやと思ったら早めに診察に行きましょうね。そうだね。おー、そっか、
でもね、まあ、あの体には気をつけて、こうやって先に先に、うん、あの検査するのいいことですよね。そう、はい、ね、皆さんも体にお気をつけて1週間過ごしてください。はい、はい、それではそらジまた来週です。おやすみなさい。さて、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。何ですか？チャットの方は今9人の方、はい、今ね、だいたい今日はユーストリームだいたい20人ぐらい、かな。ありがとうございます。見てくれてました。ありがとうございました。こちらはユーストリーム限定放課後でございます。はい、はい、それでは放課後コーナーへ行きたいと思います。はい、今日はあんなに長くやらないですけど、うん、先週長かったもんね。先週30分ぐらいやっちゃった。長いよね、やりすぎやって、はい、結構ね、みんなあのチャットの方で、はい、あのネタを書いてくれたりとか、あ、ありがとう、そうなんですね、してるんですよ、うんうん、それを送ってくれればいいのに。そうだよ。でこっちでもそれ読んでいこうかね。うん、できる限り ね、いっぱいあるんですよ、あのね、はいはい、ちょっと待ってね、バーッと、あ、あんまり戻すと今日すごいな、メールね、すごい分厚いよ。ね、あ、今日何回か BGM がね、そのまま流れちゃっててごめんなさいね、はいはいはい、あとカメラが動いたにも反応が結構実はね、動くんです。カメラ動くんですよ、遠隔操作で動くんです。パソコン上からね、動かせるので。そうよね、うん、大したもんですよね。あれ止まっちゃった。フリア香織さんが出演していたインプルーブユアイングリッシュの、懐かしい、懐かしいね、ユーストリームで再開してほしい。もうね、先生が違う番組をやってるので、うん、今あ、そうなの、はい、多分。え、それなんていう、 FM 相模じゃなくて、じゃないところで。あ、そう、はいはいはい、何をやってるの。多分講師の、うん、先生たちの番組、やっぱり同じような英語の番組とかだと思うんですけど。へー、はい、それどこ、あのまた 前やってたのどこだっけ、湘南ビーチ FM、 ビーチ FM か、そこでやってるのか、うん、いや、また違うところみたいですね。なんかネットとかかな、うん、インターネットラジオかな、ちょっと詳しいことわかんないんですけど、うん、なるほど。だからちょっと再開は難しい、ね、そうですね、うん、またみんなで集まってっていうのはきっと忙しいんで、うん、先生たち、ね、うん、前もなんか収録するの大変そうだった。そう、もうね、スケジュール合わせるのが大変で。あ、それは番組をジュネスさんが解説してくれてる。あ、ありがとうございます。あとは、あ、そうそうそう、まどかさん、まどかさん来てくれたのね。ありがとうございます。ね、イエイイエイ、ありがとうね。今度ぜひイソラジスタジオにも、ね、ぜひぜひ遊びに来てください、ね、絶対面白いはずです、ね、盛り上がります、ね、これを機にそういうことも仲良くなっていただけるとありがたいです。あの子は喋ると止まんないからね明るくていいですよね、うん、楽しい。あのね、なんて言うんでしょう、この間もなんか一緒にお食事行ったんだけど、はいはい、食べてるのにずっと喋ってる本当に喋れるんやろ器用ですよね。器用ね、うんうん、ちゃんとずっと肉は食べてるはずなんだけどずっとそれでも言葉が途切れどうやって食べてんやろうと思うぐらいまたご飯も一緒にぜひ来週の週ネタ決めようかな。あ、そうですね、はい、来週あたりになったらそろそろなんか、うん、前にやったのでかぶってもいいかなと思うんだけどさ、はいはいはい、前やった週ネタで好評だったのとか、うん、またやってほしいものとかない？そうだね、皆さんの反応を、うん、チャットに、ね、とりあえず曲はこのなんだっけ、ピカピカの1年生、ピカピカの1年生、NG ワードはピカピカのハゲ頭ね言いそう、言いそう、小学生じゃないんだからそこをもうひとひねりにしてほしい。なるほどね、ピ
カピカのって言ったらどういうものがあるだろうね。ピカピカの、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 まあピカピカにこだわらなくてもいいんだけど、うん、そうだね、ピカピカの、なんだろう、ピカピ、ピカの、思いつかないな。ピカピカの、なんだろう、ピカピカのピカピカなもの、ピカピカのもの、なんだろう、難しい。ピカピカの、ピカピカの、ピカピカの、パス。降参。降参した。あれ、チャットがなんか止まっちゃってんのかなこれ。流れない？あれこっちの方で見るとね。うん、あれみんな書いてる？どうかしら。今1時52分でこっちのチャットが止まっちゃってるんだ。52分で。なんてこと。そんなはずないよね。うん、ちょっとチャット開き直してみるね。うん、もしかしたらまた入ってるのかもしれない。あれ？ピカピカなものが思い浮かばない。うん、あれチャットがおかしいぞ。止まっちゃった？書けなくなっちゃった？あらら。うん。なんかあれ？ピカピカ、ピカピカの。はい。ピカピカの？今局に人が。はい。あ、もしかして。やってきたっぽいよ。いらっしゃいませ。はい。ちょっとじゃあ、はい、メールの私行きますね。はい。あれチャットどうしちゃったんだろう。どうしたんでしょうね。あ、こんばんは。あ、今、あ、入ってきた、入ってきた。復活しました？あ、復活した。うん。あ、良かったです。なんか、やっぱ今、おかしかった。止まってたんだな。そうだったんだ。その後はじゃあ大丈夫ですか？うん、書き込めたり、見れたりもしてるのかな？うん、お疲れ様でしたってところまで来てるから。よかったよかった。まあ、今リスナーのあの猫さんが、遊びに来てくれました。ピカピカの豆電球って。ああ、語呂が。干からびた水羊羹。絶対食べたくない。これあのじゃあコピペして来週送るように。はい、使いますね。あのあ送らなくても大丈夫。これあの。あコピペして、はい、そのまま使う、はい、来週使います。あ、そっちごめん、ちょっとそっちの放送の音を下げてくれるかな。さあ来週の週ネタをあの皆さんに募集。ピカピカの自衛官自衛官来週の週ネタ、今までやったやつでなんかこれをもう一度みたいなのありますか？ありましたらあのちょっとチャットの方に書き込んでくださいな。ちょっとそれをなるべく採用して、なんかね前にやったやつをそろそろもう一回繰り返してもいい時期なんですよね。うん、そうですね。前にやったのでどんなのがあったっけね。どうだろう、なんか、時間別にやってすごいいっぱい送ってもらえたのエルム街の〇〇とか、ね、あ、言い換えとかって言ったら言い換えたようなやつとかは結構、はい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 、みんな参加してくれたかな、時間別で。うん、あれは何ていう名前にしたんだっけ、その時。うん、その時はね言葉の組み替えとか言ったんだけど、ちょっとそれが分かりづらくて。はい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 、はい、なのでなんかなんでしょうね、なんて言ったらいいんですかね。難しいね、なんだろうなんだっけ、タイトルを、タイトルを変え、変えようみたいな、そんな感じ感じじゃなかったっていうかね。うん、
映画のタイトルとかね。あ、さゆりも入ってきた、ちょっと。あ、お帰りだ。よかったね。よかったよかった。入れないって言ってたもんね。ね。あ、さゆりは名前とアドレス変えたら入れたそうです。あ、うん、名前で弾かれた。弾かれた。あ、さゆりダメ。なんでダメ。出入り禁止になってるらしいです。なんで何したの。さゆりのことだから何やってるか分かんないから、ね、そうだね。ピカピカのピカピカずいぶん出てるな。あ、そう、ずいぶん出てきたな。ピカピカ、丸和さん、カピカピのご飯粒って。やだ。美味しくない。うまいね。絶対食べたくないね。それ、あとピカピカの鉄格子。どやんな、まちゃさん。新品やりますね、皆さん。すごいね。全然私浮かばないのに。私もなんでだろう。ピカピカの、そしたら、まあ、あの、まあまあピカピカのはこれ来週また、うん、はい、皆さんのネタとして発表します。はい、それで来週のじゃあ週ネタをどうしようかな。週ネタね、何があったかなと。でもそれ結構最近じゃん。そうですね。そのさらに前はずっと前は、うん、ラッピングバス。一番最初がラッピングバスだった。ラッピングバスだったね。あとなんだっけ、はい、新曲、あ、誰誰の新曲、フリア香りのこんな新曲とかあったか。1回目って何だったんだろう。あ、2回目はラッピングバスだ。1回目、1回目はなんか FM 相模の新番組。あー、ね、そっかそっか。あとは何だろう。そうだな、あと何があったかしら。何があったか、過去のやつって載ってる。ちょっと今ブログ見てみます。うん、じゃあちょっと BGM 流しとこう。シーンってなって、イソブログの、うん、イソラジーというブログで。あ、そっかそっか。よいしょ、ちょっと待ってよ、鼻が詰まってきた。みんななんかやってもらいたい週ネタありませんか。リクエストがあればね、うん、これや、これもう一回やりたいとかあればどうぞ。どうぞ。これがね、コウキさんからは、うん、あ、オペラ座の〇〇とかそういうやつ。あー、なるほど。そうオペラ座の、オペラ座の仏壇。そうそう、そういうその辺のネタはやりやすいんだよね。まあ、それやっても新しいイベントで、来週の放送は何でしたっけ。4月13日。はい、4月13日、特に何もないのでじゃあ、はい、あのさ、はいはい、全然関係ないけど、みんなあのよさこいとかやるじゃないですか、はい、お祭りでよく、はい、やります、やります。で、今回桜祭りでもよさこいやってたんだけど、はいはい、あれよさこいどういう意味だか知ってる。よっしゃこい、もともとのなんだろう。え、何、あれはね、もともとは、はい、あの昔の女性が男性を誘う時の、うん、あのささやく言葉なんです。よさこいっていうの、夜になったら会いに来いと。夜さこい、うん、夜さこい、夜になったら会いに来てくださいっていうのを男性の耳元で言うんですって。それをよさこいっていう。知らなかった。あんな踊りにするの。そうなんですよ。へぇさゆり、何ですか。良さそうな鯉って書いてある。魚のね、鯉な、こっちの鯉なの。誰か魚の吟味をしろって。良さそうな、ひどい。さすがだね。そういうところから来てるんですって。へ、それとはまるでかけ離れた ね内容になってますけど。破り捨てられたおみくじに書いてあったこと。ああ、やったね。
衝撃トレード、うん、あーね、なんだっけ、ニュース話題、なんか新学期とか新学年になって、はいはいはい、みたいなやつないかな、新学校、うんうん、席替え、え、酔っ払いそうな恋みんな魚の恋になってさゆりこれ残念ながらこれはドリアン生茶さんが影響を受けやすいさゆりのせいで妄想若いからね妄想スクープか、こんな先生新任教師、新任教 師ね、自己紹介ネタ、うん、自己紹介、自己紹介ネタってどういうこと、一発でみんなの心をつかめみたいな、滑った自己紹介とか何々な磯優子ですみたいな、なるほど、隣の席になりたくないやつ、あ、トトロなんか匂いそうじゃない匂わないよトトロは獣の匂いしそうじゃない、トトロは匂わないよサユリはむしろなりたいっつってでかいしさじゃあせっかく出してもらったから、うん、オペラ座の〇〇でいこうか、オペラ座の〇〇これに限定しちゃって、はいはい、でもしかしたら後半ではなんか別のになるか、別のやつにしたりとか、おっと、うん、じゃあオペラ座の〇〇が週ネタ、週ネタオペラ座の〇〇にします、はい、ね、わかりました。私これ、これ出してくれたら誰だっけ、後期白金、後期白金かな、そうだね、うん、採用、イエーイ、ありがとう、オペラ座のある、オペラ座のアルパカオペラ座の廃人とかいろんな廃人出てきてますね、オペラ座の牛丼屋いろんなもの出てきてますけど、はい、これもじゃあ一応コピペして採用しますので、はいはい、じゃあそれ週ネタはそれで、うん、あと替え歌が、今度伴奏付きでお送りします、うん、伴奏付きで、一輪生やります、はい、一輪生やります、はい、こちらの方もぜひ応募してください、ね、よろしくお願いします、うん、ということで、来週、今日はね本当にずっと8人とか9人の方がずっとチャットルームにいらっしゃって非常に賑やかで、ありがとうございます、ね、盛り上がったんで、また来週もこちらの方でも盛り上がり、はい、よろしくお願いします、うん、そうだね、チャットのなかなかねこっちで今見れるのが、はいはい、こっち側のコントロールルームだけなんですよね、卓の側で、卓の側って結構やることがいっぱいあって、ちょっとねずっとチャットを見てるっていうのは難しいんですよ、だからなるべく見るようにして、はい、ネタとか書いてく書き込んでくれたら紹介しますので、はい、そちらの方でもぜひ参加してください、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、でじゃあ来週もまた放課後を行いますので、はい、こちらの方にも皆さん集合して楽しくやりましょう、はい、ね、今回なんせ桜祭りでカオリング頑張ったという、そうよ、ね、すごいね、して本当によく頑張ったので、指令はちゃんとクリアしたという、あ、よかったです、もう二度とカオリにああいう指令は出さないです、そうだね、そう真に受けるんで本当に空気を読んだりとかあんまりできないらしいやらなきゃって思ってね普通市長隣に来たら、あ、これは無理だって思うだろいや西さんの質問とか聞いてたらありかってそれカオリンと俺立場違うからそっかこんな真面目な綺麗な子が突然そんなことを聞いてくるとは思わないからいやいやいや、すごい、ね、よく頑張りました、ね、ありがとうございます、ね、オペラ座のカオリンっていうのが来てますいいじゃないですか、いいじゃないですかね、うんうん、インタビュー後、あ、インタビュー後以上天気予報でしたも言うんですねっていうドリアン生茶さんがね、うんうん、あとオペラ座のアイドルっていうのも出てきた
いろいろ出てきてます ね。じゃあこのオペラ座をあの来週の週ネタとして、はい、あのやりますので、はい、ぜひお待ちしております。待ちしております。フラグの方にもアップしますので、ね、はい、はい、じゃあまた来週お会いしましょう、うん、お会いしましょう。ちなみに今日のやつが途中からしか聞けなかったっていう人は、はい、一応アーカイブ化をしました。今週は見逃してしまったと、あの前半見逃しちゃったっていう人は、うん、見てみてください。前半も見れるようになってますので、はい、すごい、はい、あと、まあ、番組のやつ途中寝ちゃったっていう人は、うん、途中また見れるようにしておりますので、はい、よかったらそちらの方も見てください。よろしくお願いします、はい、それではイソラジ放課後もこれで、解散です、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。早く寝てください。お疲れ様でした。バイバイ。壊れかけの心と